皆様おはようございます。お元気でしょうか。いつもおもたらしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。ということで本日も早速薬局始めてまいりましょう。はい、ということでね、始めてまいりましょう。今日何やるのってことなんですが、ニンニクホルモン焼きね。はい、まず油をね、バツンバツンバツン、リーノスケですね。そして、添加一歩圧ですね。あとはフライピンの方に、油をなじ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 、リーノスケですね。よくなじましていきましょう。バツンバツンなじりーな、バツンバツンなじりーな。で、はい、なじんだところで、はい、火止めます。余熱スタートになりますね。はい、余熱になったらね、おろし生姜、ガツンガツンパッカリーノスケですね。ガツンガツンパッカリーノ、うん、見てね。はい、そしてニンニクですね。おろしニンニク、ガツンガツンパッカリーノスケですね。もう一かけぐらいいっちゃうこれね。やっぱホルモンとくればニンニク、ニンニクとくればホルモンね。こんな感じではないでしょうか。ガツンガツンツリーリンロンとね。はい、そうしたら、はい、添加一発ですね。はい、香りをね、あとは出すだけです。いい香りだねこれね。うん、やめらんないよこれで、ね、やめらんないけどやめらんないよみたいなね。もう何言ってんだこの野郎、みたいな感じですね。はい、ブクムクね、あ、ブクの方出だしました。はい、そうしたらね、いやほら焼きそばのホルモン余っちゃったからさね、これで一挙にニンニク焼き作っちゃおうかなみたいな、ね、これいいつまみになるから、いい匂いだね。はい、あとは適当にね、バツンバツンツリリンことね、炒めていきましょうねとね。はい、香ばしさがね出るまでちょこっと炒めてまいりましょう。はい、いい感じでね、香ばしくなったね。はい、そうしたらここでね、鷹の爪の輪切りですね。俺辛いの嫌いで、私辛いの苦手だよって方はねこれ入れないでくださいね。ガツンガツン入りましたよ。はい、そうしたら、はい、だし入り味噌ですね。だし入り味噌をバッツリーノスケとね、こんなものいいかな、こんなものいいね。はい、こんなもんってどんなもんなんだよみたいなね、感じですね。はい、そうしたらブラックペッピー少々少々少々とね、入りました。はい、そしたらね、みりんが入ります。この味噌1に対してみりんが1、同割でお願いします。バッツリーノスケと、こんなものいいかね。要するにね、これに味噌をすり切れ1杯パン入れたら、これにすり切れ1杯のみりんを仕込んでね、それでオッケーオッケーベリーオッケーです。はい、そうしたらね、ちょっと今火止まって余熱状態なんですが、これをね絡めていきましょうか。バンバンババンバンチューティーですね。バン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 チューティーとね。はい、味噌をスコンスコンスコルバキンコンカンノスケですねお前カンノスケって誰だよみたいなね、ね、スコンスコンスコルバキンコンカンノスケみたいなね。はい、そうしたらここでね、火つけますね。中火ぐらいでいいですよね。あんまり強火になっちゃうと、もう一気に焦げるからね。もう味噌もみりんもこう、もう焦げたくてしょうがないみたいなね。もう濃い焦がれちゃっているんでね。それに気をつけましょうね。あとはね、ゆっくり炒めリングとね。はい、みりんがね、アルコールが蒸発してみりんの、この味噌がね、だんだん凝縮されてきます。はい、そうしてね、いい感じでこの持つホルモンに絡み出したら、オッケーオッケー、ベリーオッケー、今日もこれ、みたいなね、感じになります。簡単でしょ、味付け。ね。まあ、鷹の爪、まあ、なきゃ入れないでいいし、辛いの嫌いな人は入れないでいいと。ね。ブラックペッピー少々とね、それからみりんが1、味噌が1とね、11だからね、結構ねちょっと甘めな味になっちゃってるんだけど、俺ちょっとあんま甘めの好きじゃねえよっていう方はどうしようかな。開けられてください。すいません、今日はね甘めのもつみたいね。あとはバツンバツンツリリンコみたいね。はい、これで、ちょっと野菜とか入れたいなって方はね、この辺で投入しちゃって結構ですね。玉ねぎとか結構合うね。でもね、ちょっとこう量増えちゃって食えなくなっちゃうんでね。もうガツンガツンパッカライノスケですね。今日持つだけで、持つだけで、持つだけで、いい香りだな。
ガッツンガッツンパラリーノとね、はい、だいぶ絡んできたね。フライピンの方にね、だいぶタレが少なくなってました。もうちょっと絡めるかね。ガッツンガッツンパラリーノとね、中火ぐらいでやった方がいいね。中火ほんと焦げるからね、一発焦げ焦げになるからね、その辺気をつけてください。マッシブリンコガツンガツンピラライラガツンガツンピラライラとね、はい、いいかな、いいね、いい感じだね。はい、ということでニンニクホルモン焼き完成とさせていただきます。それではね、お皿の方に盛り付けてテーブルの方に行って食してみりましょう。はい、ということで、ただいまですね、テーブルの方に、ニンニクホルモン焼きですね、運んでまいりました。ニンニク、ホルモン味噌焼き、まあいっか、ニンニク焼きでな、運んでまいりました。はい、ということで、これお好みでね、まあ、元から入ってるにもかかわらずやっちゃうね、感じです。あ、ごめんね、ちょっと今誰か来てるから、ちょっと待って。はい、失礼オーバーいたしましたからのこれよね。ちょっとまだね、お店休みなんでね、やっぱこういう美味しいおつまみに作った後はルービーで乾杯よね、感じだね。それでは、それでは乾杯いただきます。はい、それではね、ホルミンですね、この辛そうな、あ、チュンチュンチュチュンチュッチュリーノスケですね、いただきます。あっつ、まあ、歯ごたえな、美味しいね、美味しい、これ飯にブワーッかけてガーッともね、絶対美味しいやつですねこれね、まあたまらんですね、あ、そんでこの、まあ、こみもつっていうんですけど、もつなんですけど、ホルモンね、下茹でしてね、下茹で、はい、下茹でやり方は、まあ、これ、こみもつなんで、ホルモン焼きそばの作り方の前の方でやってるんでね、まあ、要するに、たっぷんたっぷんの水入れて、中にもつ入れて、おろしにんにく、おろし生姜ね、入れて、20分ぐらい茹でて、それからざるからガーやって、で、よくね、洗って、ね、それから炒めるようにしてくださいね。そういえばそこのとこカットしちゃったね、すいませんでした。コリコリ感がたまんないね、またこのやや甘の味噌の味、まあうまいよね。でちょっとまあ甘いくせにの唐辛子が結構辛いみたいなね、で、あの隠し味のブラックペッピーだね今日はね、あんま味噌とブラックペッピーってさ合わないような感じが実は合うんだよね。いただきます。やっぱこれうまいよ、つまみ作って出来たての熱々とこうルービーと一緒にかっこむこの楽しさ、おいしいね。たまらんね。またこの甘いもつにこのエビスね、タイは何匹だい、だね今日も、いや、まあグラチェです。はい、ということで本日も最後までもたらしまかないどうぞご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、ニンニクホルモン焼きの作り方ね、これ動画にしてみました。非常に簡単なんでね、このもつさえ茹でちゃえばね、こっちのもんなんで、でこれ込みもつなんでね、1回ぐらい茹でこぼせば全然 OKOK です。何、大腸、大腸とか縦腸島腸だっけ、あれが3回ぐらいこぼした方がいいかもしれないですね。でも生のやつはね、そんな臭が1回ぐらいで大丈夫だと思うんだよね。あのスーパーで売ってるゆでもつ、ゆでたやつ、あれちょっとね匂いが結構ねきついんでね、3回ぐらい。そのやり方は、上の検索ボックスで、まかない道場もつ煮かなんかでね、検索していただければすぐねバッツリ出てくると思いますんでね、それご参照ください。はい、そして皆様に一つお願いがございます。動画アップのモチベーションを維持するために皆様の扱いグッティーマーク、はい、ぴょーどこ行くんでいい、
入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。ニンニクホルミン最高よこれ。激うまです。じゃあね。